ボディーガードって何をつけていたんだ。ボディーガードは普段からつけてるの。いや、つけてばかりだったんです。だとしたら丸山さんは、正木に襲われることを事前に知っていたことになる。確かに、ボディーガード。